なたがこの動画を見ているということは、この動画は見られているということでしょう。遺言に見せかけてただの小泉論法じゃねえか。ということでどうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。もう少しまともな挨拶はできんのか。今回の動画はモダンウォーシップスにある強襲空母4隻のうちおすすめ3隻を紹介する動画です。今更すぎるテーマだろって前になんで1隻省いた。普通に私が1隻苦手だからですね。市場を挟むな。ちなみにどれが省かれているかは実際に動画を見てからのお楽しみ。お楽しみってそういうネガティブ要素に使う言葉じゃねえだろ。ということで今回最初に使うのはロシアの強襲空母シュトルム。強襲空母の中では一番古い空母だな。そして最初の索敵が終わったので残りの艦載機をすべて発艦。まず最初に使うのはアメリカの爆撃機 B-52H だな。この爆撃機は火力こそ高いけど速度や爆撃の関係で操作が忙しいので、シュトルムみたいな艦載機の数が少ない空母との相性ぴったりですね。そして最初は遠くにいる空母アメリカを狙いましょう。爆撃する相手は船体が大きい方が狙いやすいからな。ということで早速爆撃機がやられましたね。やられてるじゃねえか。爆撃機が撃ち落とされてちょっと時間が空いたので今回の編成紹介。今回使う空母シュトルムは艦載機の数が少ないので、操作時間が長くなる艦載機や長くなる使い方が向いていますね。ドローンを搭載していない唯一の強襲空母だからな。艦載機が少ないとは言っても母艦にグレランとミサイルの両方を乗せられるから火力は十分なので、ミサイルは対艦重視の40式、グレランは魚雷を破壊できて火力も高い F9F です。そして攻撃機は F90 を乗せます。 F90 ってそんなに操作が忙しい攻撃機だっけか。この攻撃機は耐久値が低いのと兵装が全てミサイルなので、敵の防空圏外を旋回してミサイルを撃ち続ける方法で戦います。確かにそれなら操作時間が取られるな。そして爆撃機は火力重視で B52H、 おじいちゃん爆撃機。ヘリは汎用性が高くとにかく強い空人、空から水中まで全て対応できるからな。あとは自動艦砲を防御のためにラピッドにして今回の編成は完了。そしてちょうど編成紹介が終わったタイミングで爆撃機が復活してくれました。簡単に言ってるけど爆撃機って億単位の値段が飛ぶからな。今期のボーナスできっちり払ってもらうから覚悟しとけよ。まず間違いなくボーナスで賄える金額じゃないと思うんですけど。そして AI 操作の母艦が敵艦を一隻撃沈してくれました。結局お前自身は何もやってねえじゃねえか。ちょうど爆撃機の行き先に隠れているキリンがいるのでこちらを攻撃します。今月のバトルパス報酬だな。バトルパス報酬艦を撃沈して無力な船であることを証明してみせましょう。なんで実況者のくせして若干アンチ入ってんの。その後また爆撃機が撃ち落とされたので攻撃機での攻撃です。胴体に鞭打たれてる部52がかわいそう。それでも敵艦は残り1隻で味方はまだ1隻残っているから撃沈は余裕ですね。ということで1戦目は無事勝利しました。ナイス勝利。戦績もそれなりに出ましたね。それでは2戦目やっていきましょう。ということで2戦目やっていきましょう。2戦目は中国の強襲空母タイプ4だな。この空母は防空ガチガチで艦載機も多いのが特徴だね。防空スロットの数は最多だからな。ということで試合開始したので戦闘機での索敵開始。今回の戦闘機は日本の新進なんだな。この戦闘機は速度があって索敵に強いからね。ということで今回の編成紹介。まずグレランは A22 を装備します。タイプ4はシュトルムと違って母艦火力が少ないからな。若干対艦寄りのグレランにするわけだな。さらに攻撃機も火力重視で F7。ミサイルや爆弾を持ってて瞬間火力がかなり高いからな。さらに爆撃機も火力重視で中国の F6N。 この攻撃機と爆撃機だけでえげつない火力になるな。普通の編成の火力が一般家庭の電子レンジならこの編成の火力はコンビニの電子レンジですね。なんだその例え。さらに対艦火力を上げるためにドローンはバルキュリーでいきます。ただこのドローンのミサイルはレーザー誘導ミサイルだから操作時間が取られるな。ヘリはシュトルムの時と同じく風神。このヘリはもはや固定だな。そして自動艦砲は防空が十分なので対艦重視の撃破。遠距離型の自動艦砲だな。最後に防空を全てレーザー式にして今回の編成は完了。ということで画面を実況に戻しまして、現在はレーザー誘導ミサイルを使って敵艦の着を待っている状態ですね。このレーザー誘導ミサイルは発射弾数が多いから敵艦もそれを分かってて着を使わないかもしれないな。その後全然着を使ってくれなかったので攻撃機での攻撃に変更。目標はベリーキーで結構硬い防空だけどそれなりに体力が削れてきました。だが攻撃機の体力もギリギリだから撃沈できるか微妙だな。それでもギリギリのところで撃沈に成功。その後母艦を狙っている敵艦がいたのでそちらの対応をします。すでに味方が戦闘しているが打ち負けそうだな。ここはこの爆撃機の瞬間火力を生かして一気に体力を削りたいとこ。しかしせっかくの核ミサイル着
タンスに誤操作で撃ち逃しました。ふざけんな。なので一旦旋回して再度攻撃。今回はしっかり核ミサイルも発射します。それでもまだ撃沈まではいけなかったな。撃沈できなかったので責任を取るという意味で海面衝突します。自決すな。その後さらに母艦の正面にも射線が通る敵艦が現れました。十字砲火の配置になってて、さ敵艦はしっかり連携の取れた配置になっていますね。おそらく敵はチームチャットというチートを使っていることでしょう。チートじゃねえからそれ。いいもん、私は索敵しなくても最初から敵艦の配置見えてるし、ガチのチートじゃねえか。その後なんとか対応していましたが、敵艦の距離はどんどん近づいてきます。それで今は母艦で攻撃しているわけか。爆撃機もドローンも撃墜されてしまったからね。撃墜っていうかさっきは海面衝突してたけどな。まあでも私レベルのプレイヤーになると母艦火力だけで十分撃沈できるんだ。生見やがれってんだい。ということでやっていきましょう。3戦目。3戦目は強襲空母随格だな。我が大日本帝国が誇る大型の強襲空母ですね。日本が戦勝国の世界線から転向してきた人。ということで試合開始したので、まずは索敵から。今回は攻撃機での索敵なんだな。戦闘機を速度がないタイプにしているからね。ということで今回の編成紹介。随格は対空と対艦が異常に強いけど、潜水艦に対してはかなり弱いので、母艦のミサイルは対戦ミサイルの中で最強な YU8。 対戦ミサイルといえば間違いなくこれだな。かなり性能の高いミサイルだから、数年後にはアップルが販売しててもおかしくないよね。お前の中でアップルってテロ国家なの？攻撃機は1戦目から引き続き F7 でいきます。ここは対艦火力重視だな。続いて爆撃機だけど、爆撃機を対戦持ちにしてもいいんだけど、そうすると対艦火力がかなり落ちるので、F6N でいきます。2戦目と同じ爆撃機だな。そしてドローンは中国のシャープソードにします。なんでシャープソードにするんだ？追核は艦載機数も多くて母艦にミサイルもあるからね。操作が忙しくなるから扱いやすいミサイル系の艦載機なんだな。そしてヘリは当然風神にします。今回3試合ともヘリは風神だな。それだけ強いヘリだからね。そして自動艦砲と防空は台風とシーラムにして対空ミサイルで固めます。対空ミサイルは意外と瞬間火力が高いからありかもしれないな。ということで今回の編成は完了。ということでいざ戦闘開始。最初はどの敵艦を攻撃するんだ？少し距離があるけど奥に見える戦艦モスクワがかなり追い込まれてるから、とどめを刺しに行きます。ほとんどキルしているだろ。おそらく今発射したミサイルで撃沈だろうから、発射後はそのまま次の攻撃へ。次はどの敵艦を攻撃するんだ？ちょうど真下にベラガルフがいたので攻撃します。真上から攻撃だからおそらく奇襲する形になるな。ベラガルフは防空が強い艦艇じゃないから、さらに接近して爆撃までやります。この角度だとちょっときつそうだな。機体の角度を目標と並行して狙いやすい角度に持っていきます。これで爆撃を当てやすくなるな。ここ卒業検定で見られるポイントだから、しっかり意識してね。自動車学校じゃねえんだよ。その後攻撃機では撃沈しきれなかったので爆撃機で追撃します。目標の体力は残り2分の1くらいだから、しっかり攻撃すれば撃沈できそうだな。通常ミサイルを使い続けて敵艦の着を誘って、その後に核ミサイルを発射。撃沈できたな。ベラガルフを撃沈した。次は前に上がってきている随核を攻撃します。相手は船体のでかい強襲空母だ。きっちり爆撃を命中させて無事随核撃沈。ナイスキル。これで残りは潜水艦一隻となりましたね。残りの潜水艦は母艦ミサイルで攻撃したり、ヘリで攻撃したりして撃沈。ということで3試合目も勝利しました。ナイス勝利。ということでどうだったでしょうか。強襲空母3隻、1隻はぶられてたのかわいそう。今回の動画はここまでです。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。それぞれ概要欄にリンクがあります。他にもいろんな動画を投稿してるから、過去動画も見てほしいんだぜ。面白いと思ったらぜひシェアをお願いします。それではご視聴ありがとうございました。